こんにちは、エレガントサイクルです。パナソニックのシクロクロスリムブレーキの試乗車ができました。このパナソニックの最強オールロードバイク、これね、 YouTube がちょっとね再生数があって、いや別にパナソニックじゃなくても他にもビルダーさん、国内のビルダーさんで、いろんな意見がありますけどすごくいい自転車です、間違いない。で、今日はこの岡本東雨店さんから借りたフレーム、これの試乗車ができたんで、その詳細を取っていきます。ちょっとね、はい、はい、はい、お金あります、はい、はい、はい、で、これ詳細をね取っていきます。その前に、ね、やっぱ雑談がいるじゃないですか。お店の前のね看板ができましたんで、看板ね、見てください、これね今やってることです。学割やってますと、無料コーナーあります、何かあったら送ってくれとくださいと、48回まで金利 0%、 バーッとフリーマーケットやってます。6月の第1週はちょっと富士ヒルグライム行くんでやらないです。あと出張修理やってますと、工具、ね、質問禁止だって無料だから、はい、ただより安いもんないこういうの作りましたからね、ちゃんと風で飛ばないように重りも買いました、これはい、ということでね、テクテクテクと。あと今、クオックの、ポップアップといって、こうね、なかなかこの全種類全カラー見れることないと思うので、全サイズあります。もし、でも21日の日曜日の夜にも、梱包して22日の月曜日でもね、サークルさんに返品しますので。あとこういう本もいただきました、クオックの本、はい、あとクオックのねロードのね43のこれはちょっと中古でも出そうと思うので、もし欲しい人いたら公式 LINE にお問い合わせください、はい、ということで、岡本東雨店さんから借りたフレームの詳細を取っていきます。はい、こちらです。パナソニックの FCXCC01、 これは01なんですよ。でお店にある昨日紹介したこの車体はこれ02です。ね、品番が変わってるだけです。はい、でこれはサイズが530だったかな、530のトップチューブが530ぐらいです。で一応これ試乗車で、さっき岡本東雨店さんからインスタでメッセージがあって、コケで倒してもいいっていう許可があったんで、また嘘だと思うけどそれぐらい気にせず乗ってくださいと。はい、でフレームとフォークだけ借りてて、その他の部品は僕が乗ってた部品を使ってます。これ僕が乗ってたパナソニック の、 上にかかってるあれのレバーとか、このサドルは僕が使ってます。でホイールはちょっと新しく買いました。でクランカーに 172.5 がついてます、これ僕がやってます。でブレーキも新しく買いました。ステムは僕が使ってたやつ。で本当に、購入しなくてもいいけど、なんかね、なんでエネモンさんパナソニックのこれよく走るの、嘘だろうみたいな、だったら試乗車あれば乗りに行くわみたいな人のために、もう逃げれないように試乗車用意しましたんで、とりあえずねこの本でよく走るっていうのをねもう体感してほしいです。重量はねちょっと重いんですけど、測ったことないけど乗ったら軽いですよ、不思議なことに。自転車ね、乗るもんじゃなく、持つもんじゃなく乗るもんなんで、それぐらいこの BB ドロップっていうこの軸が6センチ短くなってて、重心が高くてよく走る設計のフレームなんで、ぜひこれをみんなに体験してほしいです。なぜ僕がこれがね逆に最新かというと、もう今ねこういうリムブレーキで太いタイヤが入って BB ドロップが6センチで日本製でっていうのがあまりないと思うんですよ。ただ国内で探せばビルダーさんが言えば作ってもらえると思うんですけど、ちゃんとこう一連なんかこうちゃんと、ね、注文のなんていうかな、システムをちゃんとしてるっていうか、なかなかないと思うんで、僕そういうの大好きです。あとねやっぱねパナソニックがなぜ人気かというと、みんなね CX とかロードじゃなくてこの色に乗りたいんですよ。この色がいい、このレーシングチックな、はい、
で昨日実際一人今乗って市場に来た方がいて聞いたらね、めちゃくちゃよく走ると、これにしますと言ってました、はい。まあ、その方も注文もらいましたけど、それぐらいなんかね、みんなをなんかもう虜にする僕はねバイクだと思ってます。ブレーキにしまう、いやなんでポールじゃないのって言われない、あれ予算がなかった。レバーの105、榎本さん105、いやちょっと予算がなかった、試乗車だから。これシマノにした場合はここにポールってね、ここにあのアジャスターがあるんですけど、シマノないんでこういうところにアジャスターをつけてます。 V ブレーキの調整ちょっと難しくて、周が減ってくるとブレーキレバーの握りしろが多くなってくるんで、ここで調整すればいちいちケーブルで調整しなくていいので、このワイヤー自体がほつれなくて済みます。いやーいいでしょこれ、いいでしょ。まあちょっと当分多分ね、夏ぐらいまで貸してくれると思うんですけど、まあある限りは乗れますので、まあ、購入検討の人はぜひこれを乗ってさらに検討してください。でさらに検討した上で注文をお待ちしてます、はい、以上です。ステムはね10センチかな。でセットバックのシートポストつけてます。サドルトップがだいたいこれ69か70ぐらいですね。だから身長でいうと168から172センチぐらいの人に乗れる大きさになってます。まだね体験してください。これ多分日本で乗れるのはあんまないんじゃないかな、僕調べですけどね、僕調べで、はい、グランピーも置いてない、これはグランピーも置いてない、これ僕調べ、はい。あと僕の570サイズも入ってきました。これはねちょっとできるのが、まあ、9月までには完成させますけど、これに使うパーツをねこっちに使ってますから、だからどうしようか悩んでます。なんか中古のロードバイクを安く買ってそのパーツを外して組み付けするとかいろいろ考えてますけど、この僕のコンセプトはもう最速のグラベルっていうテーマで組もうと思います。だから別にバイクパッキングするのじゃなくて、まあ、バイクパッキングなんかはなんか取れてる、これバイクパッキングもするんだったらこれがありますから、このゴリラモンスーンが、それでやってこっちはもう身軽で行く最速グラベルバイクにしようと思います。まあもちろんね、そのカーボンとかね、分かってるんですよ。そのね、GTR も新しい GTR がいいけど、やっぱねこの 32GTR でいかに速く走るかみたいな、そういうコンセプトで僕は作ろうと思ってます。だからそういうの好きな人多いんじゃないかな、最新式のやっぱインジェクションよりもキャブレターが好きとか、セルスね、こっちよりもキックスタートが好きとか、そういう人はね結構ハマると思うんですよね。だからあえてそういうカーボンとかインジェクションとか最新式は分かってるんだけど、あえてこれを選ぶみたいな、その勇気ってねすごいと思うんですよね、はい。僕はそういう人の味方です。むしろ僕そういう人なんで、まあ、ちょっと話それましたけど、この試乗車ありますので、もしあの乗りたい方は来店予約または公式 LINE にお問い合わせをお待ちしてます。じゃあ終わります。